建設中の家の前を通ったら、鉄パイプが落下してきて。私が高2の時、帰宅途中の道に建設中の家があった。半月ほど前から工事が始まって、家の枠組みがなんとなくできてきた感じ。その日もなんともなしに工事中の家を横目に歩いてたんだが、その日に限って資材を運んでたおっちゃんがバランスを崩し、2階の高さから細長い中が空洞の鉄の棒が落下。ちょうど下を歩いていた私に直撃、胸に、ドン。と衝撃が来て一瞬息が詰まっただけだったんだが、おっちゃんたちがすぐに真っ青な顔して降りてきた。当の私自身は、まあ危なかったけどそんな慌てんでも、とか思って、大丈夫ですよ。って意味で軽く片手を上げようとしたら、なんか手に当たったんですよ。なんだ?と思ってみるとなんと、鉄の棒が左胸を貫通してた。それに自分で気づいた瞬間さっきまではなんともなかったのに、急に息が詰まって、ふらーっと後ろに倒れ込みそうになった。だがちょうど体に刺さった鉄の棒が、つっかえ棒みたいな役割になって、倒れることができなかった。それどころか自重で、ズズズズッと音を立てて、さらに深く鉄の棒が体にえぐり込んでくるので、反射的に体を起こしたとこに、おっちゃんが駆けつけてきて肩を貸してくれた。今でもあの音はちょっとしたトラウマ。その後はヤジ馬が集まってきたり、相変わらずおっちゃんらが騒いでたりしてたがよく覚えてない。鉄の棒が刺さっているため座り込むことも、地べたに寝転がることもできなかったので、救急車が来るまではずっと立ちっぱなしだった。10分くらいして救急車が来たんだが、鉄の棒が邪魔で救急車に入れない。仕方ないので、その場で邪魔な部分を切り落とすことに、切る時の振動とかめちゃくちゃ痛いんじゃないだろうか。と思ってたが痛みはそれほどでもなく、むしろ振動そのものの方がきつかった。直に振動が体に伝わってきて吐きそうな感じ。で切断が終わると救急車に乗せられ即病院、そのまま緊急手術、私死ぬんだな、とか思ってたんだが、あっという間に手術終了。検査も含めて翌日には退院してしまった。鉄の棒は位置的に心臓、肺ともにジャストミート。正直もう助からないんじゃないか、と医者も思ったらしい。じゃあなんで助かったかっつうと、幼少の頃に私は大病を患っていた。医者の話だともともと心臓病なんて重い病気を患ってる上に、肺炎と腸詰まりまで併発してたらしく、そりゃあ大手術だったらしい。でその時の手術で私は左肺全部と腸の一部を切り取っていた。心臓は病気のせいなのかそれとも得意体質なのかはよくわからないんだが、私は心臓が右側にある。右寄りとかじゃなくて本当に右側。というわけで鉄の棒は左胸を貫いたものの、肺も心臓も傷つけることなく、さらにはうまいこと骨の隙間を貫通したため、実質私の怪我は刺さった部分と突き抜けた部分の、皮膚の裂傷と多少の出血だけで済んだ。医者曰く、普通ならまず心臓を貫通した時点でほぼ即死、とのこと、不憫な体だと思ってたがこの時ばかりは自分の体に感謝した。自分の胸に鉄の棒が生えているのを見た時の驚愕は、間違いなく私の人生で一番だったよ。無事でよかった。ねえ、小さい頃に手術した身とあれば、ご両親もさぞかし心配されたことでしょうな。おそらくその鉄棒を落っことしたおさんにとっても人生で一番驚愕した瞬間だっただろう。すげえ話だ。幼少に患っていた病が助かった原因とは。しかし、悪運の強さではふるさとのご近所では無敵を誇った俺だが、上がいるということを悟ったよ。うわぁ、しかし、重要器官を外したからってすぐに退院していいのかねえ。ずずずず、想像しただけで怖い。そういえばこの前アンビリーバボーか何かで、生まれつき臓器が左右逆についてる人が出ていたが、一致もそういった類の人なんかな?私の場合左右逆なのは心臓だけです。とにかく幼少時から現在進行形で、毎年何回か手術受けなきゃすぐガタが来るような体なんで、他にも普通の人とは違うとこが少し、どころか、むしろ違うとこばっかりだと担当医が言ってました。どこが違うとかは素人の自分は話を聞いても全ては理解できませんでしたが、自分が理解できるとこだと、まず肺が片肺でも活動できるよう普通の人の 1.5 倍くらいの大きさがあるらしい。幼少の時の手術で、切った部分の腸は別の臓器で補っている。同じく幼少時の病気の山場時、かなりの長時間限界ギリギリの熱を出していたため、一部神経が若干やられ、人とは色覚、味覚が少し違うこと、体の一部の痛覚が異常に鈍い、あと異常に高血圧で担当医から出される薬を、毎日3回服用しないと、
血圧が上がりすぎて大事な血管が破裂してしまうらしいと、他にも色々あるらしいですが他のはちょっと理解できませんでした。肩肺や心臓が右にあるくらいなんか問題あるの？って感じですが、医者側から見ると大問題らしく、前に一度インフルエンザをこじらして近所の病院に駆け込んだら、レントゲン撮った医者が、身体構造が全然違う。でテンパっていつまで経っても治療してもらえず、結局いつもの病院に回されたんですが、その間何度かサンズの川を渡りかけました。なんか書いてみると改造人間みたいだな私は、こうやって上げ連ねると、さも重病人みたく見えるかもしれませんが、走れない、要は激しい運動ができないってこと以外は、日常生活では特に不憫はないです。まあ私の場合生まれてすぐに心臓病にやられちまったので、健康だった時期がないのであまり不憫に感じないだけかもしれませんが、唯一不憫に感じることといえばプールなんかに行った時、フランケンシュタインよろしくくらい体中が本当に手術の跡だらけなので、たまに危ない人かと思われて止められることがあるのと、周りの視線がちょっと痛いことくらいですかね。わら。